皆さんこんにちは、プラハでピオです。今私はチェスキークルムロフに来ております。チェスキークルムロフのお城の外から少しずつ葉っぱが黄色みかかってきています。もう秋が始まりました。今日はまた街歩きをするんですけれども、チェスキークルムロフに来られた方、皆さんぜひいろいろ物を探しながら街散策してみてはいかがでしょうか。今日の探すテーマはある紋章です。いくつか探してみましょう。街を歩きながら探していただきたいのはあちら、この紋章、シュワルツェンベルグの紋章です。トルコ人の頭をカラスがついているというデザインを持ってまして、いろんなところにあるからこれと同じものを探してみましょう。まず一つ目見つかりましたね。お城の、赤門じゃない側の方の門の上にありました。これから景色が綺麗に見える橋を渡ります。さあ橋を渡ってます。ここから綺麗に景色が見えますね。ご覧のように、そしてここにもまた同じく紋章が一つ見つかりました。さあ他にも見つけられるでしょうか。中庭の方を通っています。もう一つの中庭に入り抜けていきますが、壁画はあるけど紋章は見当たらないか。ではこちらを下って中庭にまた出ます。マーセルニッツェという建物が前の方にあるって、だいたいこういう入り口のところには紋章があるから振り返ってみようか。振り返ってみて紋章はあるけどシュワルツェンベルグの紋章はない。お城の塔が綺麗に見えてます。こちらも騙し絵の壁、渡り廊下、右側のドアは本物ですけど左側は絵で描かれています。右の門、紋章があるけどロジュンベルクの紋章だ。熊のいるところ、下には熊が今日はいるか。あ、いました。ここにも紋章があるけどシュワルツェンベルグはない。こちらの門のところ、ここはあった気がするぞ。ちょっと反時計回りに回ってみましょう。上いました、シュワルツェンベルグの紋章。目の前には赤門があります。ああ、もう見つけました。肉眼だともうここからでも見える。赤門出たら紋章をズームアップします。赤門の外からこの半円の部分、楕円形の右下。それでは街の中歩きながら広場まで紋章を探して歩いてみよう。ロジュンベルクの騎士という手が壁に書いてありますが、ここにはまだ見つからないね。チェコの有名な靴屋さんバーチャの前、見つかりました。スグラフィトの建物は結構あるな。ラゼブニスキー橋に向かって今歩いている。
ここも見てください。これもそうだ。分かりにくいけど、このクレッペリエの上のところもいました。薄いけど、ラゼブニツキー橋、理髪橋を渡ります。まあ、ここの橋にはさすがに見当たらないよね。まあ橋を守ってくれるヤン・ネポムツキーはいます。それではもうあとはもう広場行くだけだな。広場には視聴者があって、あそこにはもう確実にあるからね。16世紀アドルフ・シュワルツェンベルグが現在のハンガリーのギョールっていうのところね、ラーベっていう町でトルコ軍と戦争して、まあそれに勝ったと。でそこから皇帝にお願いして、皇帝はルドルフ2世って言いましたけど、トルコ人の頭をカラスがついていると、そういうデザインを、入れてもいいという許可をもらってですね、今にその模様が残っているということで、あんまりトルコ人っぽく見えないけどね、そういう紋章が現存しています。はい、ナーベスティスボルノスティ、こちらの視聴者にも、はい、紋章があります。確かね、このビート教会の中にもあった気がするぞ。ビート教会の中、主祭壇のところに、いました。限られた時間でしか探せなかったですからね、お城からこの広場と教会ということになりましたが、皆さんもね、実際来た時に探してみてください。いくつ探せますかね。ということで、今回はチェスキー・クルムルフの街歩きをしながらシュワルツェンベルグ家の紋章を探すということで、皆さんもね、ぜひいらっしゃった時は探してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。アホイ。